3万円のロボットで、動く、ガンダムを作る。今回は各部の武装を、LED で、発光させていきます。制御はマイコンを使用。アルディーノでエルチカ、というやつです。光らせるのは目に加え、腕部 90mm ガトリング砲、頭部 60mm バルカン砲、ビームライフルまたはビームサーベル、の4箇所。ロボット制御ボードのあまりチャンネルから、サーボ駆動信号を、アルディーノに入力し、任意の PWM 値で、LED が点灯、点滅するようプログラムします。アルディーノのプログラムは初めてでしたが、ネットで調べながら、コードを作成、一応、思った通りに動作しました。頭部は、目のグリーン2灯に加え、バルカン2灯を追加。前腕は、試作版から完成版に、作り直しました。ガトリング砲身と、砲身クランプは、アルミ材で製作。砲カバー開閉リンクを、内装式に変更し、リンクアームも、プラ板で造形。ライフルとサーベルは、手首ごと差し替える方式。イヤホンジャックで、電源を供給し、モーション連動で、発光させます。ビームサーベル頭身は、透明アクリル棒で製作。ただの透明な棒では、光ファイバーのように、先端と根元付近だけが、光ってしまいます。サンドペーパーで表面を、荒らすと、荒らした部分から光が漏れて、発光するので、なるべく全体が均等に、光るようバランスを調整。全体が光るようになりました。グリップ部は、アルミパイプと、ABS 樹脂パイプの、2層構造。手首は、スチレンボードからの削り出し。ビームライフルは、単純に、銃口に LED を、装着。サーボテスターで、動作チェック。テスターは、Amazon で、1個240円。前腕内部は、サーボ2個、ガトリング砲開閉機構、LED 配線&抵抗、イヤホンジャックなどがぎっしり。2系統の LED 線4本は、GND をまとめて、3線サーボケーブルで接続。右腕だけで、サーボケーブルが6本、5サーボプラス電飾。左腕は重いシールドを持つので、ガトリング砲とイヤホンジャックはなし。パーツ製作は、基本的に、二次元CADで書いて、切り出し、仕事では、一日中業務用の、三次元CADを使ってますが、スチレンボード工作なら、二次元CADの方が早いです。アルディーノのプログラムは初めてでしたが、いい練習になりました。小型のアルディーノナノを使用。画像左の安価な互換品を、搭載し、画面右の本家は温存。部屋を暗くすると綺麗です。今回肘のサーボを裏返したので、モーションデータを修正しないと、動かせません。発光を入れて動かすのが、楽しみです。明るくても光っているのは、わかります。というわけで今回は、ここまで。最後までご視聴ありがとうございました。次回、ついに完成。フルオペレーション RG、ガンダム RX78、NT1 アレックス。